お前ら昔の動画覚えてるか？なんかアスレチックで負けたら、そのなんだ、アスレチックで最下位になったらか、アスレチックです、うん、何回言ってんだアスレチックって、アスレチックで最下位になったやつがアスレチックを作るっていう企画覚えているか？ あったね。そう、そういうのがあったんだ。それでなんと角と潜入者が、うんうん、今回アスレチックを作ったということで、それをやろう。よし、行こう。お、待ってんね。君たち今回どんなアスレチックを作ってくれたんだい？なあ、このこれはってやつか。よし、じゃあ早速入ってみよう。レッツゴー。ゴー。お、来たな。なんだこれ。お、潜入者と角からの挑戦状。おお。ルール、アスレチックをする前に必ずクイズがあります。正解すれば次のアスレに進むことができます。でも不正解だった場合、すでにクリアしたアスレへランダムに引き戻されます。へえ。おお、なるほど。正解してかなきゃいけないと。ウエネス可愛いな。なるほど。よっしゃ、頑張ろう。お、なんかスタッフルームがあるじゃん。スタッフルームが、ちょっと覗いてみよう。ダメかな。大丈夫？あの、見たくなっちゃうんだよな。あれ？あ、消えた。これ多分風船入ってたろ。あ、逃げられたな。お、なにこれ。お、ん？後ろにある長ったらしいルール説明を端から端まで読んでね。ヒント、難しそうなものも案外裏があるかも。ん？どういうことだ？これ覚えとかないとね。うん、これちょっと覚えといて。うん。その裏とかない？ベンジャミン。あ、これは言っちゃいけないの。言っちゃいけないの。やばー、制裁受けたんだけど。あ、だだだ、とりあえずじゃあこっちから進めばいいんだね。そう、多分近寄ったら門番がいるからダメだよ。痛い、やめろ。もう行くから、分かってるから行くから。いや、お前ら行こう。ダメだダメだ、あっち刺さった。ベンジャミン刺さってる。痛い、ベンジャミン痛そう。よし、行こう。とりあえずここをクリアすればいいのかな。なんで落ちた？よし。はい。ん？お。障子一味メンバーの出現順で正しいのはどれだ？これは僕もう完全にわかるからな。カド、ザビエル、ジュン、シン、アイコ。あ、あ、待てよ。え、難しい。え、これむずいぞ、これ。待って。カド、ザビエル、ジュン、シン、アイコ、トラダロ、ベンジャミン、ステゴマ。待って。ザビエル、カド、シン、トラダロ、ジュン、アイコ、おじさん、お魚。いや、真ん中かもしれない。いや、違う。うん。わかんない。一番左だ。一番左だ。これだ。試しにこっち入ってみて、誰が。試しにね、ちょっと入ってみよう。どうなった？ああ、戻されるんだ。戻された。ああ、面白いな、そういう感じか。なるほどね。よし、じゃあ一番こっち入ってみよう。これが正解だ。おお、ほんとだ。アスレチックだ。あいつらこんなんできんのか。ん？あ、見て上に。ヒント、落ち着け。よし、落ち着こう。はあ、落ち着…危なっ、危なっ。ちょっと。あ、そういう感じ。おい、一番厄介なんだけど。落ち着けねえんだけど。落ち着けねえよ。何かあるぞ。よし、先進もう。これで危なっ。危ねえ。おい、ちょ待て、上のやつらやめろ、お前ら。おい、おい、うわ、おお前らやめろ。でも分かった、醤油さん、多分。なんだこれ。落ち着けって書いてんじゃん。うん。だからあんなに打ってるけど、
実は当たんないよっていう、だから落ち着いていってねっていう。おお、いいねお前ダメじゃねえかお前ら急に妨害しなくなったな。優しいんだよ。優しいな。っていうと撃ってくるからな、気をつけろお前ら。やばい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 。待て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 。ああ入る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 から。いや待て待て。もう一回考えるから待ってろ。待ってろ。待ってろ。問題考えるわ。庄司が登録者100万人突破したのはいつでしょうか。いや9月21日じゃない。9月21日ではない。違う。さあいつだ。いやもう29だもん。おー29だもん。いや29だから。おーやめろ、もう先入ってるからなお前ら。29だ。よしよし、オッケー。どうもルイちゃん、ん？ヒント、罠にかからないように注意しよう。罠？罠？罠？どこにもないけどな、罠。この先にあるってこと？この先にあるんじゃないか？ポテトで何も見えない。うわ。でもとりあえず滑るわ。おお。あったね。ああ。痛え。やめー。あー、痛え。あー、痛え。ここか？ん？ついたぞ。お。庄司は今まで何回庄司一味の LINE グループに自分が写っている写真動画を送ったでしょうか。26回、35回、46回。何回だ。ベンジャミン分かる。いい問題出してきたな。ベンジャミン分かる。いや、ね、46回。46回ぐらいじゃない。いやどうだろう、そんなに送ってないぞ。いや僕は26回。僕は26回だ。ちょっと行ってみるか。じゃあベンジャミン、こっちからまずこっちから26回から行こう。せーの。あ、正解してねえわ。そんな多いの？嘘だろ。そんな多いのかおい。嘘だろ、そんな送ってんのか。よしよしよし。じゃあどれだろう。35回。まさか。まさか40いくつのやつだ。嘘だろ。ああ、おかえり。あー最悪なんだけど。最初から戻された。あぶねえ。あー来た。ゆっくりかい、ゆっくり。はい、慎重に。はい、よし、 OK。 よし、そう、じゃあこれ46回。よし、次だ。来た。ジャンパッド使うっぽいぞこれ。なるほど。ジャンパッドどこ行くんだ。その中。ああ、この中だ。入るのか。多分飛びながら行くんじゃないかこれ。うわあ、くそ、これむずい。ああ、むずい。ああ、これ乗ったら、うわ、なんか後ろから変なの来たんだけど。大丈夫か。うわあ、怖い。ああ、行けなかった。もう走っていくしかねえ。走っていくしかねえ。走っていくしかねえ。ああ、後ろから来てる。ああ、マジで。ザビエル急げ。ああ、よし。
急げ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 。急げ、あ、後ろから来て、後ろから来て、後ろから来て、おぉ、あぶねえ。ルール説明部屋にあった窓の枚数、なにそれ。窓なんかあった。まあ、でもあの方角的に考えて、僕の予想だと6枚、僕は6枚だと思う。なんだ、じゃあ俺5枚かな。じゃあ先にしんのすけ行ってきて。どうだった。おお、合ってた。いや待て、ベンジャミン待て待て、ベンジャミン怪しい。合ってる合ってる合ってる。いや怪しい。合ってる合ってる。嘘つけ。ほんとほんとほんと。嘘つけ。ほんとほんと。嘘つけ。え、ほんとほんとほんと。嘘つけ。ほんとほんと。嘘つけ。ほ、マジでほんと。ほんとに、いや嘘だ。ほんとに。いや嘘だ。絶対嘘だろお前。いや、じゃあ何が見えるか教えてあげようか。うん。ヒント、落ち着けって書いてる。あそこしか思い浮かばないな、なんか。だからこれダメだ。多分ね、これダメだ、お前ら。クソったらめぇ。ベンジャミンはどれだと思う？8か。ザベルは ?8。じゃあ行こう。3、はい。お、いいね、新しいの起きたわ。嘘。よし、では、見てみろ。誰か一人を犠牲にして先に進もう。スコアボードなど禁止。人の人生がかかっているんだ。話し合いで決めよう。なるほど。犠牲者の人は全員吹っ飛ばし終わったら押してね。え、どういうことだ。なるほど。あー、なるほどね。この RPG であっちまで行くのか。ヒント、なんだって、人を犠牲にするって面白い。そういうことか、そういうことか。この RPG を使ってあっちまで1人が3人を運ぶと、で1人はここのまま置き去りということだ。そういうことだ。誰にする。ベンジャミン。ベンジャミン。じゃあ話し合いしよう。うん、まずこの中で一番いらないやつを選ぼう。多数決だ。多数決でいこう。ベンジャミンは、ベンジャミン誰だと思う。ベンジャミンはこの中で一番いらないの。しんのすけ。俺なの。ザベルは、ザベル誰だと思う。お。一応聞いとこうか。うん、しゅうさんは、うん、僕は、僕はそうだな、君かな。でもザベルが割れたらいけるよこれ。うん、うん、多数決でいいぞ。あ、しんのすけだ。結構迷いないんだな、それな。じゃあしんのすけということで、じゃあしんのすけがこの RPG を持って、うん、って言いたいところだけど、これ怪しいんだよね。おう、そう、あいつらは僕らのことをよく知ってる。俺で絶対誰か一人をやってベンジャミンとかにさせて、ね、僕らが意気揚々とあっちに行くっていう想定して、僕があそこで死ぬっていう様を多分彼らは見たいと。なるほど。だからここにいたやつが正解だと僕は思うわけだ。だから僕がじゃあ君たちを運ぼう。いいぞ。いや僕はその手で行くぞ。ああ、よし、じゃあはい、3、はい、お言葉に甘えて、いいぞ、行っちゃおうかな。いいよ、行って。それは知らん、それは知らん。はい、よ、ベンジャミンさん、はい、よし、
あ、翔平さん。で、うん、今の気持ちはって書いてるボタンがあるわ、こっち。お、今の気持ちは。ほう、うん、で、こっちには、全員吹き飛ばしたら押してねって書いてある。これ押すよ。じゃあ。うん。押してみて。こっち。え？何？待って。お前らどこ行った？お前らどこ行った？何？え？え？どこ行ったお前ら。どこ？え？お前らどこ行った？え？え？待って。犠牲者からの復讐。え、何？え、ちょっとこっちもスイッチ押すよ。いいよ、押してみろ。最高。取り残された一人がアスレチックを邪魔してくれる。頑張れ。やばい。待て行くな、お前ら。行くな。待て。あ、待って、なんか待って。難易度を上げるボタンだって。なーに？うわ、バカ、なんか出てきたんだけど。なにこの難易度を上げるボタン。おお、めっちゃくる、めっちゃくる。めっちゃくる。ほら、ベンジャミン、ほら、暗いベンジャミン、ほら。ほら、ベンジャミン。難易度高くなっちゃった、いいねー。いや進めねえ。よし、ほら進めよ、お前ら。ほら、いやー、なんだそのスイッチ、怖いぞ。いや、後ろからも。ほら、先進め、ほら、早く。うわ、ほら、早く、ほら。いやー楽しい。いいねー、浮いてほらほら、いいぞ、ほら。後ろやべえな。楽しい。やめよ。よし、わーこれ後ろやばいな。後ろ来るぞ。これ避けてから、オッケー。で、これ2個目で避けよ、鈴木さん。ああ、もうなくなっちゃった。いて、ほら頑張れ、ほら。もう先、僕上上がってるぞ。ほら、階段ワンパンゾーンだって。ああ、ザビエル大丈夫か。ああ、なんか、戻ってきたんだけど。結構難易度高えぞ、これ。普通に高えぞ。難易度高っ。ちょっと奴らに、奴らと戦える。奴らと戦えるぞ、先入者と稼働を潰すことができる。うわあ！うわあ、嘘だろ？よし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 。ふわ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 。よし、着いたな。よし、オッケー。よし、次行こう。お、なんかまた。え、何これ？え？あ、見て。ジョブさん。何？こっちにね、犠牲者を許して仲直りしますかっていうボタンがある。え？こっちが許すで、え？こっちが許さないって書いてる。あれ？犠牲者を許して仲直りしますか？許す、許さない。あ、そういうこと？え、どっちに押そうかな。どうする、みんな。いや、でも最後見て、最後全く僕何もしなかったじゃん。ね、あー、確かに。そう、最初はやっぱさ、やっぱ角たちがさ、用意してくれたしさ、やっぱやんなきゃいけなかったでしょ、わけじゃんね、うん、そういうのもあるから選んだわけ。なるほどね。うん、
じゃあ一回許さない推し見るかみんな。ほら。かっこ痛い目見せてやるって書いてるもん、このスイッチ。おお、やめて。押してみよう。えい。最初からだ。クレジ危ない、後ろ危ない、後ろ危ない。止めてるぞ、俺が。止めてるぞ、早く。はい。あ、乗ってきた。あー、よかった。なるほど。ありがとう。許してくれたんだね。あ、よし、じゃあ問題解きに行こう。はい。俺でもみんなあれだ。うん、仲直りだ。僕らは仲間だ。うん、仲間だ。キーワードは何？犠牲者だけが知っている。え、犠牲者なんか知ってる？あー、潜入者は捨て駒だからね。ベンジャミンのウミヤジャンベ生じゴミ。いや、僕はね、うん、知ってるよ。うん、嘘、知ってる。生じゴミ、そう書いてた。うん、本当にねえ、許さない、もう一回押すか。嘘、ベンジャミン、ジャミン、さん、はい。お前またやったな。正解は潜入者は捨て駒だからね。ゴール、無駄に長いルートでのゴール、おめでとう、やったー。え、なんかだったこれ。やったー、ゴールだー。ゴール、ゴール裏ありましたね。ん、どういうことだ。ん、どういうことだ。ああ、そういうことか。ちょっと見て、ほら、ここなんか見覚えない？最初のとこでしょ。そう、一番初めにあいつらが守ってたところがゴールだったんだよ。ああ、そういうこと。うん、ほら、ああ、そういうことか。ああ、あのね、裏にあったよってことだったんだ。ああ、そういうことか。もう最初から分かってたけど。ああ、なんだ、喧嘩運動がやるぞ。